容にさえねば。加減すれば同罪とするぞ。これでは死んでしまいますぞ。余計な口を出すな。そなたも撃たれたいか。手を緩めるじゃない。そのまま続けよう。残り50は預けておく。たわごとを吐けば今度こそ許しはせぬ。郊外め、思い知ったか。二度と私に立てつくな。残りの半分は傷に塗られよう。郊外殿、郊外殿、郊外殿、さあこれを。
届く殿もあまりにむごい。我らは進化ゆえ強くいさめられなんだが、でも先生はどうして客人として止めてくださらん。その答えを聞いて私をたばかる気ですか。我が国に先生をお連れしてからは一度もたばかったことなど。ロシク殿は分からんのか。郊外殿を撃たれたのは周遊殿の策だ。それを私が止めれば周遊殿のしたことは無駄になる。え？苦肉の策でなくば曹操は欺けまい。都督殿は郊外殿を敵に走らせ最中らに内通させようとの腹だ。都督殿に会われても